フレデリック・バンティングは、カナダの医師、医学者、カナダのオンタリオ州出身の医師、医学者である、ウェスタン・オンタリオ大学やトロント大学で教鞭を取った、1921年にインスリンを発見し、糖尿病に対する有効な治療方法の開発につながった。この業績により、1923年にノーベル生理学、医学賞を受賞した、カナダ王立協会より、 フラベルメダルを授与され、同協会のフェローに選任されるなど、20世紀前半のカナダを代表する学者の一人となった。1935年には、ロンドンの王立協会フェローにも選出された。ジョージ5世国王からはナイトに除されている。飛行機事故により、イギリスのニューファンドランド自治療で亡くなった。バンティングは、カナダのオンタリオ州アリストンで生まれた、トロント大学で医学を学び、 1916年に卒業した後、第一次世界大戦中はカナダ軍の医療班に従事した。戦後、彼はカナダに戻り、1919年から20年にかけてトロントの小児病院で整形外科学の研修を終えた。1920年7月にはオンタリオ州ロンドンのウェスタンオンタリオ大学で内分泌学の講義を受け持った。 1920年10月31日の夜、日課の論文読みが終わると彼は、水臓の内分泌物の管理に関するアイデアを書き留めた。これは、糖尿病の有効な治療法の開発につながる第一歩だった。当時は、有用な分泌物を人体から安全に採集する方法はどれも成功していなかった。自分のアイデアに魅了され、彼は、ロンドンを離れ、トロントに移った。 1921年5月17日、彼はジョン・ジェームズ・リチャード・マクラウドの指導の下でトロント大学で研究を始めた。彼には若い大学院生のチャールズ・ベストが助手として割り当てられた。1924年、チャールズ・ベストと夏になると、バンティングは自分のアイデアを試し、犬の水蔵管を縛る手術を試してみたところ、水蔵が部分的に萎縮した。 純粋な分泌物を高濃度で含むことが期待される。水臓は数週間後に切除された。抽出物を糖尿病の犬に投与すると血糖値が下がった。数ヶ月の実験を経て彼の方法が成功し、抽出物によって糖尿病の犬を生かし続けておけることが明らかとなった。彼はその時か気休暇を一緒に過ごしていたチャールズベストに熱心に繰り返し語った。 回想によると、幾人かは、バンティングの実験は雑で妥当性を証明できないと、非難したが、秋には、マクラウドと科学者のジェームズ・コリップによって研究が、さらに進められた。犬の水臓を用いた実験は非現実的であるとされ、すぐに、牛の水臓を用いるようになった。水臓管を縛る方法も廃れ、水臓から分泌物を抽出する方法にとって、変わった。 1921年から22年にかけて抽出物を得る方法が大きく改良され抽出物はインスリンと名付けられたインスリンは当時の医学で最大の進歩の一つで数ヶ月のうちに大量生産されるようになったその結果治療方法のなかった糖尿病に苦しむ世界中の数百万の人たちの寿命はすぐに大幅に伸びたレオナルド・トンプソンは 世界で初めてインスリンの摂取を受けた患者である。1923年、バンティングとマクラウドは、ノーベル生理学・医学賞を受賞した。バンティングは、マクラウドよりもベストの方が、賞に値すると信じていたため、賞金をベストと分けた。それを受けてマクラウドは、賞金をコリップと分けた。バンティングはカナダで、初めての世界的な科学者として、国内で広く尊敬された。 カナダ政府は彼に対して終身の研究費を与えた。1934年、ジョージ5世は彼にナイトの借位を与えた。1941年2月20日夜、イギリスに向かうために乗った飛行機がニューファンドランド自治療のニューファンドランド島で墜落して重傷を負い、翌日池を引き取った。2013年、インスリン発見に至る研究と普及後に、 各国から寄せられた報告などが、カナダからユネスコ記憶遺産に申請され登録された。また、2016年11月14日の Google Doodle は、彼の生誕125周年を記念したものとなった。ありがとうございます。